どうも皆さんこんにちは、ナフタレンです。今回はね、まあ、タイトルにもある通り、丸石製造機の作り方ということで、まあ、結構、まあ、初心者向けっていうか、まあね、の動画になるんじゃないかなと思うんですが、丸石製造機の作り方の方を、ちょっとね、説明していこうかなと思います。で、まずですね、丸石製造機とはどういうものかと言いますと、まあ、その名前の通りなんですが、ツルハシを持ちまして、ここをね削るんですよ。削ったら、また、丸石が出てきますので、また削ります。できたら削ります、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 削りますっていうね、感じで丸石をねどん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 手に入れていくという、まあ、完全にサバイバル向けの、装置となっております。で、今回はね、奥に、黒曜石を置いているので、クリックしたまんまでね、もうずっともうこの放置で、このもうクリックをもうずっとテープとかで押しっぱなしにしておけば、もうほぼ無限に丸石が手に入るという、ね、感じの、装置となっております。まあね、丸石を掘るより、普通の石を掘った方が、少し、時間的には早いんですが、まあ、こうね完全に放置で、取れるというのが強みですかね。次回ね、焼き石製造機っていうね、今これ丸石ができてるんですが、普通のね石が生成されるバージョンもね、ちょっと次回、ちょっとね教えようかなと思います。ということで、早速作り方です。はい、土地としましては、123×6 ですね、3×6 の、面積を用意してください。こんな感じですね。で、できたら1段囲います。はい、囲ったら、ここですね、この位置を1つ掘ります。はい、掘ったらこんな感じになると思います。でですね、次にこっちの2マスある方の、一番奥側、この位置ですね、ここに、溶岩入りバケツで、溶岩を流します。はい、流しました。で、次にここに、水を流します。はい、そうすると、ここにね、丸石ができると思うので、これを取って取ります。すると次こっちが、冷え固まると思うので、もうこれでほぼ完成です。あとはもうこれをね、ひたすらねこう壊していけば、丸石製造機になります。でもねこれじゃあまだねちょっと採取しにくいので、次に、ここをね、2マス削っておきます。こうすることによって丸石にねより密着して掘ることができるので、アイテム化したやつをで、キャッチしやすいといった、利点があります。で、また、この裏にですね、ここですねに黒曜石とか、あとはね、なんかね、燃えへんくて、ツルハシで壊すのに時間がかかるようなもの、だから砂とかかながいいんかな、とかを置くかもね、最悪何もなかったも大丈夫です。という感じで、まあね、自分的には黒曜石が結構おすすめですね。といった感じで、これで、完成です。次回、焼き石製造機。その次に、自動の氷の製造機の方をね、少し、紹介していければなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。